皆さんこんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。え、まあ今日は非常にね、えー、まあどこの地域に住んでるかによると思いますけども、暑い日、まあ昨日から暑いんですけども、今日はさらに暑くて、 どんどんね、熱くなっているような感じみたいですけどもね。ただ、ドジャースのね、打線も熱かったというところでね、ヤンキース戦が終わって、1日空いて、レンジャーズ戦始まりましたけどもね。非常にホットなね、打線だったかなと今日ね、思いまして。そのね、話はまた後でね、試合情報としてやりますけども、今日もね、ドジャース情報からやっていきたいと思いますが、まず押しレジスターの方ですね。 え、怪我人とかの情報にはなりますけども、まずミラーですね、次どうするのかというところで言われておりましたけども、現地のですね、木曜日にもう一度 AAA で登板すると、リハビリ登板するということになりまして、で、それがメジャー復帰最後の登板になるだろうということでね、言われているということなので、 先日ですね、木曜日にもうドジャースに戻ってくるのか、もう一度投げるのかっていうところで、まあどっちか決まってないけども、まあロバース監督としてはもう一回リハビリじゃないかなってね、予想されるみたいなことを言ってましたけども、もう一度リハビリになったというところですね。ただ、まあこの後戻ってくるので、その戻ってくるタイミングでどういう形で、まあ6人にするのかなおそらくね。まあそれも、えー、判明してくるかなと思いますけどもね。 ミラーとしてはですね、可能な限り、まあ、長い間投げたいというところですね。で、えー、玉数をこうね、しっかりと、まあ、多くしてっていうのは、 打たれて多くするというよりかは、まあ、しっかりと投げればね、球数も多めになってくるから、まあ、そこを目標にしてね、早く降板しないようにっていうところかな。っていうのがま、この最後のね、トリプルエイドの登板での目標になってくるのかなと思いますけどもね。当初、ね、ローテーションの、まあ、今年はもう本当にね、2番手ぐらいになんじゃないかみたいな感じでね、開幕して、で、最初の登板とかを見てると、 そういう位置にいるんじゃないかと思っていた矢先に怪我をして IL に入って、本人としてはやっぱりすぐにね、えー、戻ってこれるというか、何頭版か飛ばしてぐらいで戻れると思ってたんだけども、えー、思ったよりずっと大変だったということなのでね、えー、チームでこうベンチに座って見てるっていうのも精神的にきつかったというところですけども、ようやくね、次リハビリ登板うまくいけば戻ってこれるのでね、まあ、しっかりとやって戻ってきてほしいなという話でしょうかね。 あとはマンシーですね。この前なんかドライスイングを開始したみたいなこと言われてましたけども、まあその後は、えー、まだですね、ちゃんと、まあボールを打つっていうところのね、えー、ニュアンスかと思いますけども、バットは振っていないというところで、 監督としてもですね復帰の目処は立っていないと話しているということなのでまあしばらくね時間がかかっちゃうのかなっていう話でしょうねちょっとここもね大変というかまあドジャスとしてもねまだ余裕があるというか順位的にも余裕があるしチーム的にもそういう意味で余裕があるからね えー、早く補強してとか、ね、どうにかしてっていうことはあんまり考える必要もないのかもしれませんけどもね。ただこの後どの程度で戻ってこれるのか、そして後半しっかりと健康であるのかっていう話なので、それで戻ってきてね、えー、元に戻っていて健康ならいいんですけどもね。 そうじゃないと、彼の穴がね、埋めないといけないって考えると、ちょっとね、そこもどうにかしないと補強でね、えー、いけなくなってくるのかなっていう場合もあるので、しっかりと戻ってきてくれたらいいんですけどもね、若干こう、まだね、えー、思ったよりはまし、時間がかかっているというところになりますね。あとはカーショーですけども、木曜日にドジャースタジアムでシミュレーションゲームに登板する予定というところと、あとはブレジャーがですね、火曜日にブルペンで投げているんですけども、 復帰のめどがまだ立っていないという状況みたいですね。というところのまあ情報になりまして、あとはですね、ドジャースネーションの方にですね、ロハスがまあもうちょっとプレイさせた方がいいんじゃないかみたいなね、記事も出ておりましたけども、まあなんか、 えー、ここのところで足ですかね、に痛みが感じる部分があるらしいので、安定してこうね、毎試合出るっていうところが若干ね、様子を見てっていう形になっちゃってるらしいんですよね。この前も動画の中にね、画像をしといたと思うんですけども、まあ、ロハス、右でも左でもですね、ある程度打ってるんですね。だから、まあ、その、 相手が左の時しか出ないというよりかは、右でも全然ね、毎回出ても現状の成績ならいいんじゃないかなというか、まあ、プラスにはなるんじゃないかなというところだと思うんですけども、ただそういうこともあるらしいのでね、ちょっとこう、えー、休み休みというか、そういう様子見て起用になってきちゃってるのかなというところでしょうか。まあ今日はね、普通に出てましたし、まあ、機器のその打率とかもよろしくないので、やっぱり、 今日はロハスが出たみたいなことらしいですけどもね。ベテラン選手ですけどもね。数字的にはね、非常にこう、なんていうんでしょうね。買い出しに入ってくれると、いい形のね、活躍もしてくれますしね。あとはラックスがこのところ、3アンダーとかね、複数アンダーとか、今日もヒット出てますけども、だから上がってきたかなって思うんですけども、まあそうは言っても、やっぱり、その過去何試合かの見ても、OPS も7いくつなんだよね。高くてもね。だから、 まあヒットは出てるけど、長打が乏しいっていうのはまああんのかもしれませんので、まあもうちょい長打が出てきてくれたらいいのかなと思うんですよね。なんか結構いい感じじゃねっていうね、最近だとは思うんだけども、まあそのヒットでね、ランナーを返ってきてっていうのも大事なんですけどもね。ただ OPS 的に見ると、長打がもうちょい出ないとそこら辺は上がっていかないと思うので、まあそのね、えー、まあ彼にそれを求めるかっていう話ではあると思うんですけども、 まあもうちょい長打がね、出始めるといいのかななんて、ラックスに関しては思いますし、まあドジャースとしても多分将来的なこととか色々考えて、彼には期待しているんだとは思うので、その期待がね、しっかりと結果に現れたらいいなというところでね。まあそのヒットという面で見れば最近は出てると思うんですけども、いいところで打ったりはしてるんですけどもね。あとはちょっと長打が欲しいのかなっていうところでしょうか、もう少しね。っていう感じのまあ話でしょうかね。 あとはですね、アセチックの方にトレードデッドラインまであと50日っていうことらしいんですよね。およそ。で、えー、その中で、まあ、ボーデンさんが注目している30のことという話の中で、まあ、ドジャースに関連しているところと、あとはちょっとヤンキースに関連しているところと話していきたいと思いますけども、 ドジャースとしてはブルペン補強と外野と打線の底上げ両方を模索しているということなんで、最近言われている部分ではあるのかなと思いまして、このドジャースだけなんか文章が短いんだよね。いやまあ状態はいいし、チームも勝ってるしっていうところではあるんですけども、本当にピンポイントでここだけどうにかみたいなね、ところにはなってくるのかなと思って、やはりここではショートっていう話はね、出てきてないんですよね。 ただ、後で紹介しますけども、mlb.com の方ではショートっていうのが一応ね、今回取り扱われているので、それもね、可能性としてはあるけど、ただ大きなところがショート取れないんじゃないかというか、トレードに出てこないんじゃないかみたいな話でもあるらしいんだよね。 だからまあそうなるとブルペン補強とガイアとね、あのー、買い出せの底上げっていう方がピンポイントになってきちゃうのかなというかね、そこしかまあいかれないというかね、そんな感じになってくるのかなと思いますけどもね。まあ先発は余ってるっちゃ余ってるし、まあなんでしょうね、圧倒する先発を追加したいとかってなればまた違うでしょうけども、それはチーム内でね、まあ調子が上がって出てくればっていう話だと思うんでね。そう考えれば、まあそっちのね、ガイアとブルペンの方が、まあ優先。 で、ブルペンもブルペンで、怪我人が戻ってくればね、そこまでっていう話であると思うんですけども、ただ現状だと、まあ戻ってまだ来てないので、そこがね、どの程度戻ってきて、で、ポストシーズンに向けてどの程度の成績、そして調子なのかにもよると思うので、 今の状況だったらやっぱり追加した方がいいわけですからね。というまあ兼ね合いもあるかなと思いますねで。あとはブルペンの話で言うと、誰が出てくるのかみたいなところですけどもね。トレードが予想されるクローザーっていうところもね、欄、えー、がありまして、やっぱりタナースコット、マーリンズのね。であとはナショナルズのフィネガンと、えー、カージナルズのヘルズリーと、ブルージェイズのローマノ。 この辺もチーム状況によっては出てくるんじゃないかというところですね。だから、スコットは絶対出てくるんでしょうから、可能性としてはね。そこがまずターゲットになってくんのかもしれませんけども、確かフォアボールとかが多いんだっけな。なんかそんな気がしましたので、ランナーは出しちまうみたいなね、話だけど抑えるっていう感じだったような、えー、この前データ見たらね、思いましたけども、ただまあ、えー、防御率的には確か低いのでね、まあ、その辺は人気にはなってくるのかなと思うので、ブルペン補強として、 それなりに後ろの方を投げる選手となればこの辺なのかなっていうところでしょうかね。であとはロバートの話は昨日しましたのでもういいとしてですね。で、アスレチックスのミラーについてはやっぱりね、各球団が接触してるっていう話ですけども、まあ、どっかがめちゃくちゃなオファーを出してきて、いやーこれなら出そうっていうのがないのであれば、えー、出てくる可能性は低いということなので、まあ、やっぱり先発に移してもっと成長させてからトレードか、 自分のところで勝っていくタイミングで使うのかっていうところで、どっちしろ先発に戻した方がいいみたいな声もね、前見たので、やっぱりそっちの可能性なのかもしれませんね。っていう感じで、まあドジャースに関連するところであれば、まあそのクローザーの部分とね、えー、あとはまあ外野はね、ロバートとか、あとはその他もですね、レンタルトレード的な選手もいますからね、その辺に行くかもしれないし、まあロバートはちょっとね、 対価が高すぎるっていうのがあるので、まあそういう感じかなと思いますね。で、ヤンキースに関しては、一塁とね、二塁、まあリゾとトーレスがちょっとね、調子がよろしくない部分があって、まあトーレスはそこそこね、上がってきてるかもしれないんだけども、リゾがちょっとっていう話はね、昨日とかも出てたんですけども、この後両選手が、まあ状態が上がっていかないのであれば、 どこかその辺のね、一類とか二類とかのアップグレードがね、必要になってくるんじゃないかというところなので、その中で言うと、まあ、アロンソーただメッツも出したからといって、契約延長がなくなるわけではなくてね、その、まあ一回はトレードされるかもしれないけども、まあ、再契約的なところでね、 f.a. になってからもう一回契約っていう話はえ、力を入れるということも予想されているので、オーナーがですね、やっぱアロンソを残したいっていうところがあるらしいんでね、まあどっちしろ再契約するかもしれないんだけども、トレードには出るかもしれないっていうところで、まあその一流手っていうところが必要なのであればアロンソとか、あとはゴールドシミットかな っていうところも一応ね、案には上がってるみたいですけどもね。っていうところのまあヤンキースなのかなと思いますねで。あとはヤンキースもブルペンのその層の厚みっていうところをね、プラスしたいという話みたいですね。そしてですね、先ほど言ったあのショートの部分ですけども、ドジャースのね、まあローゼンタールさんによるとっていうことですけども、まあやっぱりですね、ベッツをより守備の上手い二塁に戻して、で、ショートをね、どうにかしたいという話ですけども、 ボービシェットか、えー、ウィリー・アダメス。ここがね、ツートップでいるんですけども、どちらも出てこない可能性があると。まあ、アダメスなんかは FA になるんだけど、チームが勝ってますから、その段階で出してしまうとね、っていうのがあるので、まあ、可能性がゼロとは言えないと思うんですけども、チーム的にもね。ただ、さすがにないだろうっていうところと、あとはトロントもね、ゲレーロ・ジュニアとボービシを出すかっていうと、まあ、そこまでね、乗り気でもなさそうなので、 ま、来年とかだったらね、わかりますけど、契約延長がなかったりとか。とはいえ、今ね、そんな乗り気じゃないと言っていても、結局は出す場合があるから、これもね、この前も言ったけども、期限が終わるまでわかんないんですよね。ただ、今んところ出てこなそうだみたいな両選手なので、そこはちょっと取れないんじゃないかっていう話ですね。でそこが出てこなかった場合、じゃあ、ショートの補強ってなると誰がいるのかってなって、ポールデヨングということがね、出ておりますけどもね。 まあ年俸も安いしね、1年だしっていうところなので、で、ちょっと復活しているというところですかだからまあどうなんでしょうねという話ですけども、ただ大きなところを取れないんであれば、まあそのまま行くっていうパターンもあるかもしれないしね。大きなところ取れないんだったらベッツを本当に2類に戻したいだけだったらまあそっちを取るかもしれないしね。 まあそういうところで候補としてはデヨングがありますけども、うん、それは可能性としてはベッドを二流に本当に戻したいタイミングになっちゃった場合なのかなっていう話でしょうかね。という感じのまあね、えー、ドジャースのトレード話とかその他情報になってますね。続きまして今日のドジャース試合内容をやっていきたいと思いますけども、 今日はですね、えー、レンジャーズ戦、今日からレンジャーズ戦ということにはなりましたけども、15対2で対象ということでね、ホームランが5発でしょうかね。しかも1回に4発みたいなね、1イニングに4発みたいなこともありましたし、いやー、すごかったねということで、やっぱりニューヨークでいい試合してきて、戻ってきてね、いい状態になってんのかな、チーム状態としてはね、そんな気はしますけどもね。 そして、今日の大谷翔平ですけども、2打数1安打2打点ということで、16号ツーランホームランが出ましてね。いやー良かったねという話と。で、2フォアボールの3得点で、1盗塁ですかね。15盗塁ということで、まぁ、あ、15本塁だと15盗塁ですね。っていうところになりまして。 まあ30-30とかね40、40-40とか言われてますけども、まあ30-30はもうね、あの、いけるんじゃないかって言われてますからね、その上どうなるかっていう話ですね。まあ15-15っていうのは、メジャーとしては今んところ誰もね、現状今シーズンやってないというところだと思うんですけども、まあそこもね、まあそのフォアボールとか出塁すれば数は増えていくかなと思うのでね、今日はね、2フォアボールも取れましたしね、良かったんじゃないかなというところですね。っていう感じでね、ホームラン出ましたので、 打席内容的にね、ま、あその、配置とか、いつものやつやっていきたいと思いますけども、まず1打席目、2打席目とフォアボール、フォアボール。で、3打席目が三振で、4打席目ホームラン。で、5打席目がデッドボールですね。足に当たっちゃったんですけども、まあ、ちょっと、あの、つま先というかね、うん、っていうところで、ま、あ痛がってはなかったから大丈夫かなと思うんだけどもね、そこはね。そんな感じの今日のね、ま、あ打席の内容となりますけども、 まあ、まずね、一打席目で感じたのは、ボール球ね、あんま振らなくなったというかね、そういう形で我慢できてるなーっていうところと、インコースに来たのも、まあ、振っちゃってるのもありつつも、結構見逃せてたなーっていうね、印象でしたね。今日はね、まず最初の打席。で、二打席目も割と、そんな感じでですね、フォアボールを取れましたので、まあ、なかなかね、こう、ゾーンを狭めたのかなーっていうところで、 X の方にはちょっと書いたんですけども、そんな印象があったかなと、今日はね、まずね。で、3打席目はちょっとね、えー、それは、そうは言っても、全打席で全ての球をね、機械じゃないから見逃すわけじゃないので、まあ、ちょっと、やっぱりね、キワキワだったりするしね、なかなかこう、ストライクに見える球も来てたので、まあそれは振ってしまってね、三振ということにはなってしまったけども、ただね、割とやっぱり見逃してるっていうところもあったのかなと。 で、えー、ホームランの打席ですけども、まあここもですね、唯一来た打てる球がそのホームランの球だったんですね。で、今日全体的に見ても、まあそんなにですね、まあ甘い球っていうのはやっぱり3球とか、それぐらいだったのかなと思うんですよね。で、その中でやっぱり仕留められたので、結局こういうことができていけばやっぱり増えていくんじゃないかなっていうのは言ってたと思うんですけども、 でまあ昨日ちょうど試合がなかったですから、現状どうなっちゃってるのかなっていうところと、いい時はどうだったのか、で今どうなってるのかみたいなね、打球のいろいろと方向とか、まあどうなってるっていうのを昨日やりましたけども、だいたいああいうことをやった次の日とかって打つんですよね。たまたまですけども。この前も大丈夫だろうって言った次の日確かホームラン出た気がするんで、 まあ今日は本当にその甘い球をどうにかっていうところがちゃんとね捉えられたので非常に良かったなと思いましたしまあなんとなくいらっしゃいませみたいな感じでね打てましたよねわかりますこう呼び込んでというかちゃんと自分のね間合いでというかねいらっしゃいませバコーンって打ちましたからまあ綺麗というかねそういうやっぱスイングに見えますよねという感じでですねまあ今日は本当にその 何球かしかね、一試合に来ない甘い球を捉えましたし、あとはボール球がね、割と見送れてるっていう打席が多かったので、まあ、そこについてもね、打席内容的にも他もね、良かったんじゃないかなと思いますし、まあこれでフォアボールを取るわけですよ。取れるわけですよね。こうなってくるとね、あの、あんまり、そのボール球に手を出していかなければね。 相手もそれでボールカウントが増えていくから、まあ、ね、カウントが不利になってきて、ストライク取りに行くっていうところもありますから、それを狙えるっていうのもありますし、まあ割とだから、えー、ね、ボール球振らないっていうのはね、やっぱりいいことであるわけですよね。で、えー、そこをしっかりと仕留められればっていうところだと思いますし、あとはね、えー、そのホームラン打った打席も他に来てる球はね、高めのキワキワとかなので、 まあなかなかね、厳しいボールではあると思うんですけども、まあそれがファールになったとしてもですね、それでこう、まあバットに当たりさえすればどうにかなりますから、で、その中で最終的に甘い球が来たんでね、それを仕留められたっていうところは非常にいい打席だったんじゃないかなと思いますね。ということでね、結局やっぱり大丈夫だったという話なので、まあこの感じでちゃんとボールを見て、甘い球を捉えてっていうところが続いてできていけば、おのずとね、また長打も増えていくかなっていうところと、 あとはゴロがね、減ればっていうのは昨日言いましたけども、まあそれと打球方向に偏りがあんまないというかね、そんなところでなれば、どん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 良くなっていくんじゃないかなと思いますけども、ただやっぱね、打つと嬉しいっすよね、本当に。いやー、いいねって思いましたけども、まあまたね、明日以降も期待したいという感じの今日の全体的な打席内容だったのかなというふうには思いましたね。ということでですね、今日の試合内容をね、えー、やっていきたいと思いますけども、まず一回もて今日ピッチャーパークストン。 セミエンサードライナー、ロハスがナイスキャッチと。まあ、これはね、なかなかいい当たりでしたけどもね、えー。いいキャッチでしたね。で、グロスマンがサードゴロ。ガルシアショートゴロで三者凡退に抑えまして、一回ラ相手ピッチャーダーニング。ワンナウトから翔平がフォアボールと投塁で、えー、これがま、15個目ですね。で、ワンナウト二塁となりまして、フリーマンのライトへのヒットで、一、えー、1、2塁ですね。まあ、ちょっとこれ、ハーフウェイにいて、まあ、取るかなって戻ったんだけども、ポテンと落ちましたけども、 ま、だいぶ浅かったんで、そのままね、進まなかったですね。投げられちゃったあれだっていうことで多分ね。で、続くスミスのスリーランホームランが出まして、0対3、ドジャスが先制。ま、これもなんか、ね、フェンスの上に当たって、で、相手のね、グローブが押し返してみたいな感じになってましたかね。ま、なんかそんな風に見えましたけども、スリーランホームラン。そして、テオヘル・ラックスと、凡退となりましたけども、1回裏に3点を先制したと。そして、2回表1アウトからラングフォードがフォアボール。 ローがセンターへのヒットで1、3塁となりまして、デュランの犠牲フライで1対3。ウェンゼルはセンターフライで抑えましたけどもね、1点を取られました。で、2回裏、ワンナウトからヘイワードフォアボールで出ましたけども、ローハスがダブルプレイ。そして3回もって2アウトからグロスマンショートへのヒットもガルシアを三振に抑えまして、3回裏ワンナウトからショウヘイがまたフォアボール。ただフリーマンがライトフライ、スミス三振というところで、えー、点は取れず、 4回表、三者凡退で抑えまして、4回裏、ワンナットからラックスがセカンドへのヒット、パェスがレフトへのヒット、ヘイワードがデッドボールで満塁となりまして、ロハスが三振で2アウトとなったところでピッチャーをヘルナンデスにチェンジ。ベッツのレフトへのツーベースで1対6と、まあ、一気にね、3人帰ってきたという形になりまして、長平は三振となりましたけども3点を追加。 5回もて、ワンアウトからウェンゼルがフォアボールで出ましたけども、タベルスはファーストフライ、セミエンを危ないけどもレフトフライということで、これはちょっとね、えー、ヒヤッとした感じのね、打球でしたけども、まあレフトフライで済んだと。で、5回裏、フリーマンが戦隊のヒット。スミスがレフトへのヒットで、フリーマンが3塁へ行きましたけども、スミスが2塁へ狙ったね、間にアウトというところで、ワンアウト3塁となりまして、テウヘルがフォアボール。ただラックスがライトへのヒットで1対7。 パフェスショートゴロフォースアウト、ヘイワードがショートゴロでね、抑えられましたけども、この回も得点しまして、6回表三者凡退で抑えまして、6回裏ピッチャーがアンダーソン。ワンアウトからベッツがフォアボールで、続く翔平にツーランホームラン第16号が出まして1対9。続くフリーマンもホームラン第9号で1対10。スミスが先退のヒットで、 テューヘルがツーランホームラン、第17号で1対12。ラックスがレフトライナーで2アウトとなりまして、続くパーフェスがレフトへのヒット。そしてヘイワードにもツーランホームランが出まして、第3号で1対14と。大手ピッチャーがティノコ。ロハスがショートゴロで、6回裏ね、終了しましたけども、一気に7点追加。そして7回もてピッチャーグローブ。ツーアウトからデュランがホームランで2対14。ウェンゼルがセンターのヒットで出ましたけども、タベラスをセカンドゴロで抑えまして、 7回裏ワンナウトから翔平がデッドボール。ワイドピッチへ2流へ行きまして、キギがフォアボールでスミスもフォアボールと。で、満塁のところでピッチャーがキズナー。バルガスが犠牲フライで2対15。ラックスフォアボールでまた満塁としましたけども、パフェスがセンターライナーと。そして8回表ピッチャーバンダー。ワンナウトからグロスマンがレフトへのヒットで、えー、出ましたけども後続を2人で抑えまして、8回裏は三者凡退。 そして9回をもって久々の登板のフィリップスでしたけども3人で抑えまして今日は15対2で対象ということにドジャースになりました。ということでね、まあ今日の試合としてはね、打線としては14安打の15得点ということで、まあ今日は何も言うことはないかなーっていう話でもう終わりでもいいんじゃねいかというね、えー、試合だったと思いますよね。 まあ先ほども言いましたけども、ヤンキース戦でね、いい感じで、スイープはならなかったけども、試合としてはかなりいい感じでね、え、行きましたし、その流れで、両チームともね、いい感じでこう、まあその後もね、行くんじゃないかという試合内容だったんですけども、ドジャースとしてもね、いい形で今日ね、え、まず初戦、その後の初戦ね、一日空いた後の初戦というところでしたけども、いい感じで入れたかなというふうに思いますね。 で、まあホームランも、えミ、ー、スミス、ショウヘ平、フリーマン、で、テオヘル、ヘイワードというところで、まあ5発ですかいや、これもね、素晴らしいですし、まああとは、下位打線ね、ヘイワードにも出たわけですし、で、パヘスも2アンダーのラックスも2アンダー、1打点というところですし、ベッツも3打点だしね、ショウヘ平も2打点だし、スミスも3打点だし、テオヘルも2打点だし、みたいなところでね、 ま、基本的には今日、大体の人は打ってるという話で、まあ、ロハスだけ打ってないって感じかな、えー、ということにはなりまして、で、途中出場のテイラーも打ってませんけども、まあ、それ以外はね、えー、大体はこう、打っているという感じにはなってますよね。なので、まあ、何も言うことはなくて、こんだけ点が取れる、打線ではあるし、まあ、回もこうやってね、えー、点に絡んできて、しかも点を取るホームランを打つってことになってくればね、 まあやっぱりこの打線はね、これぐらい点が取れるっていうポテンシャルが、まあ毎試合取れるわけじゃないけども、うまく重なればこういうことになるよね、みたいなね、ポテンシャルはやっぱあるよねっていう感じかなと思いますよね。っていう形でまあ今日はもう何も言うことはないかなと。ピッチャーに関してはパクストンがね、6イニング2安打1失点2フォアボール2三振ということで、 まあ、犠牲フライの一点のみというところにはなりましたね。ただまあ、えー、この数字だけ見りゃすげえいい感じなんだけどもね。なんとなく、ね、危なっかしい感じはあったのかなと思いますし、ハードヒットもまあちょいちょいはされてたんで、えー、ね、危ないシーンもあったけども、どっちしようでもそれでも試合には勝ってたでしょうけどもね、今日の点差というか得点のあれなんで、ただホームラン行かれそうな場面もあったしっていうところでね、 ただまあ前回よりはこう、なんて言うしょうね、他の球種とか、あとはね、ナックルカーブ、まあ確か前回はまっすぐ系を絶対狙われていて、それが甘く入っていってとか、でパカパカ行かれたんだと思いましたけども、まあ今日に関しては、 まあ、フォーシーム、そしてナックルカーブが主体で、で、チェンジとカッターというところでしたけどもね。あんまりこう、なんでしょうね。バンバンストライクっていう感じでもなかったと思いますけども。ただ、ちゃんとナックルカーブでもね、えー、ストライクゾーンに行ったりとかっていうのがあったのでね。まあ、なんとなく甘い球があっても、まあ、打ち損じというかね、全部捉えられるっていう形にはならなかったのかなっていう印象でしょうかね。 で、それでまあ、うまいこと言って、六、えー、6回投げ切れたっていう感じなのかなとも思いましたけどもね。めちゃくちゃ、こう、まあ、いいとこ投げてるタイミングもありますけども、全部ビタ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 言ってて抑えて、6回1失点というよりかは、まあ、甘い球もまあまああったのかなみたいなありましたけども、それがうまいこと、えー、組み立てというか、えー、完全にね、 あのー、まっすぐ一本で狙われるとかってこともなかったから、えー、どうにかなったのかなとも、えー、思ったというところですね。ただ結果としては素晴らしい結果ではありますからね、良、えー、かったんじゃないかなと思いますけども、前回確かね、えー、かなり短いイニングで降りちゃったと思うので、まあ、そこからね、えー、6イニングの1失点ですからね、また戻ってきたというか、まあ、開幕してからというか最初の方はこういう感じの、 まあ、もうちょっとストライクがやっぱ入らなくてフォアボールも出していましたけども、なんとなく打ち取れてるみたいなね、えー、試合がまああったんですけどもね。まあ今日はそっち寄りなのかなとは思いますけどもね。まあでも良かったというところですね。あとはグローブがね、一発ね、ちょっと行かれましたけども、あれはまあ割となんとなくこう、見たことあるというか、 おそらく、スライダーがね、甘くいってるというかね、そういう感じなのかなと思いますけども。まあそこだけですよね、でもね。で、えー、あとはね、しっかりと抑えているというところなので、たまたまね、えー、あそこ初級甘く入っちゃったみたいなところかなと思いますけども。で、えー、バンダが行って、フィリップスが久々に投げたと思うんですけども、しっかりと抑えましたからね。まあ今日もその、大量にとって、失点は2個だけなんでね、2点だけなんで、まあ良かったのかなという話でしょうかね。 という感じで、まあ今日は本当にもうね、えー、いっぱい打ったし、ちゃんと抑えたっていうのもあるしね、良かったというところと、で、小平にね、えー、ホームランが出ましたので、そちらがまあ一番ね、嬉しかったところかなと思いますね。で、明日はビューラーがね、投げて、相手が一応、今のとこ公式サイトでは未定となっておりますけどもね、まあ、どっかには出てるかもしれませんけども。で、あさってが吉信とロレンゼンというね、投げ合いが予定されているというところにはなっておりますので、 まあそちらもね、吉野またどういうピッチングなのかなっていうところでね、期待したいなと思いますね。というところでまた明日というね、えー、話になっております。えー、続きましてヤンキースですけども、えー、今日も勝ちまして、えー、10対1で勝利したという試合になっておりますね。 今日もね、ジャッジ、今日もというか、昨日はね、ジャッジたまたま休養日だったので、あれだったんですけども、今日はね、出まして、25号ホームランですかね。今日はまず、えー、ボルピーのね、スリーベースから始まって、初回にですね、ジャッジの、えー、タイムリーで1点を取りまして、で、その後もですね、もう1点追加して、で、2点先制したという初回になりまして、で、4回にグレバトレスの、えー、タイムリーと、 あとはね、ウェルズですね。キャッチャーのウェルズの、えー、ホームランが出たので、それでもその時点で6対0っていう感じにはなりました。で、あとはその7回にですね、点差がある中ですけども、えー、ジャッジにホームランが出て、あとはスタントンにもホームランが出てっていうところで、まあジャッジのがツーランですね。 で、スタントがね、その後にもう一本打って10対0というところになりまして、で、8回に1点は取られましたけども、まあ、それだけというところで10対1で今日は勝利というところですね。で、今日のですね、先発がストローマンということで、5.2イニング、4アンダ無失点3フォアボール、1奪三振というところにはなりますね。で、その後はマリナチオが、 え、ホームラン一発ですかね。打たれただけで、その1失点というところで、えー、いう形でね、最後はゴンザレスがまあ行っているというところにはなりまして、10対1で勝利というヤンキースとなっておりますね。なのでまあヤンキースとしてもね、えー、いい感じでその後、ドジャース戦以降ね、勝っておりますので、やっぱりね、両チームともいい試合ができて、そこから乗っていけてる感じはあるのかなというふうには思いましたね。 そして今日のエンゼルスですけども、9対4で敗れるというところで、ダイヤモンドバック戦になりますけどもね、敗れておるというところになりますね。まあ、グリチャックですかね、に打たれたりとかっていうところでね、グリチャックが3アンダー2打点。で、あとはね、グリエルジュニア、モレノも3アンダー。 で、キャロルも3アンダーっていうところでね。まあ、結構ね、えー、複数アンダー。しかも3アンダーを4人出てるみたいな感じでね。まあ、特定の1人も結構打たれたかなと思いますね。そしてエンデルスはですね、スアレスが先発でしたけども、2.2イニングで、えー、6アンダー4失点、1オファーボール3奪三振。で、ホームランが1本ということでね。まあ、スアレスもちょっとね、えー、防御率も7.08ということで厳しい感じにはなってきておりますけどもね。そして、ジョイスも、 え、三失点というところになってまして、ちょっとジョイスもね、この前上がってきたばっかなんですけども、防御率が22.50とかなってるんでね、ちょっとまあ、失点が重んでいるというか、短いイニングしか投げてないですけども、まだね、失点が多いのでこういう感じにはなっちゃってるというところでしょうかね。まあ今日は若干やっぱりね、え、厳しい戦いになってしまったというか、序盤でこんだけね、先発が降りちゃってたりするので、まあなかなか厳しいは厳しかったでしょうけども、 まあ一応ね、4点は取ったので、なんとかこうね、行っていくという中でも後半取られちゃったんでね、まあさすがに厳しかったよね、というところでしょうかね。えそしてちょっとね、今日エンゼルスの選手2人ですね、途中で退いたような形になりまして、オハッピーがファールボールですね。キャッチャーにいる時にファールボールが来て、で、ワンバウンドして股間に当たったというところで、まあ途中で交代したという話ですね。 ただですね、えー、一応今のところは良くなっているけども、まだ痛みがあるというところなので、まあ、ちょっとね、えー、大事な部分ですからね、痛いっていうのもあるし、ま腫、あ、れたりするんでね、まあ、どの程度かわかりませんけども、まあ、今ね、えー、ちょっと、えー、明日とかどうなんですかね、出れるかわかんないけどもね、欠場する可能性が高いというところは書いてありますけども、まあ、IL には入る必要はないだろうということなんで、 まあ明日はちょっとお休みなのかな。様子を見てというところでしょうけどもね。非常に痛いですからね。まあそういう感じでちょっと不運な部分でね、当たってしまったと。あとはですね、ウォードが腰の張りですかね。で、途中で変わったというところですが、えー、予防的措置ということなんで、えー、そこまでですね、えー、重症ではないのかなというところなんで、それはまあ良かったんじゃないかなというところですね。 そして昨日ですね、ちょっと時間がなくてですね、えー、カットしちゃったんですけども、スタッシーですね、えー、今季終了の手術を受けてしまったということで、全休かな、今季もね、という形にはなってしまいましたと。で、契約が、まあ、来シーズンはもう、あの、クラブオプションで、で、あとはバイアウトがあるみたいな話でね、ということになるので、まあ、そのクラブオプションは使われない可能性が非常に高いですから、まあ、バイアウトになって FA になるっていう感じですかね。となると、 まあメジャー契約が取れるのかって話にはなってきますし、まあそれを目指して今シーズン頑張る必要があったんですけども、昨シーズンに引き続きちょっとね、全休みたいな感じにはなっちゃったので、 ちょっとね、また厳しい状況に追い込まれてしまったのかなとスタッシュとしてはね、思いますけどもね。まあただ来年とかね、まあ手術をするというところはまだプレイするというところであると思うんで、まあ来年マイナー契約からかもしれませんけどもね、どこかしらキャッチャーが必要な部分とかあると思いますので、まあそういうところでね、契約がもらえればいいなと思いますけども、残念ながらちょっと厳しい状況になってしまったスタッシュという話になりますね。 ということでね、えー、今日はまあこれぐらいかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクサのフォロー、コメントよろしくお願いします。でおりまーす。ということでね、えー、ここから雑談ですけども、最近まあ雑談もね、時間がなくて撮れなくてね、雑談の話のネタはまあちょいちょいあったりするんですけども、まあ撮影時間っていうか、 まあ何時までにやってっていうのがね、ちょっとね、区切らないといけないというか、時間がね、追われてる部分があるので、その合間でやってますので、だからちょっとね、雑談まで組み込めない部分が多いんですけど、最近ね。で、昨日もちょっと、えー、データのね、話だったので、まあ、データをこうね、表に打ち込んだりとかっていう作業もね、必要なので、編集するときにね、 なかなか昨日も時間がなくて、いろいろとデータも使いつつやって、まあもうちょっとね、前からね、やっておけばいいんですけども、その3日前とかからね、ただそこもまあ時間がなくてですね、なかなかできてなかったんで、結局その日にやるみたいな感じになっちゃうので、まあ昨日も編集がね、えー、終わらなくて、まあ、なかなか話も長いので、ちょっと切ったりねして、どうにか、 まあ、割と早くはね、終わらせてあげられたんですけども、それでもまあまあ10時近くはなっちゃってたかなと思うんですけどもね。だから、なるべくね、まあ7時半から8時半の間にはあげたいんですけどもね。最近なかなかそこに間に合っていかないというところなんでね。昨日もとりあえず上がって遅くなっちゃったんですけども、たくさん見ていただいたからね。まだね、良かったなと思ってね。遅くなっちゃったんだけども。 で、コメントもですね、たくさんいただいたし、あとはね、えー、別の角度からの話とかもね、いろいろとコメントいただいたので、まあ、それをまたね、読んでもらえると、また違うね、話題にはなってると思うので、まあ、今日ね、打ちましたけどもね、ただまあ、どういう状況になっていたかみたいなところとかね、まあ、その辺もまた新たにね、違う角度からのコメントも入っておりましたのでね、非常にありがたいですよね。で、まあ、雑談としては最近何をね、見たかというか、なんかこの前ですね、あのー、 コンビニ行って、家からコンビニ行って帰ってる時なんですけども、なんか知らないけど、ジャグリングっていうのかなそれをこう、やりながら歩いてる人がいたんですよ。いや、本当にね、嘘だと思うじゃないですか。マジなんですよ。で、まあ、それが、なんてうでしょうね。プロだったらまだいいと思うんですよ。まあ、プロだったらそんなことしないか。さすがに。ただ、こう、やりながら歩いていって、 で、普通にこう人が歩いてる歩道でやるわけじゃないですか。まあ、あそんなにいっぱい人が歩いてるわけじゃないけども、まあ、ちょいちょい人を歩いてるわけですよね。で、その、まあ、回してんだけども、三つ。なんかね、ジャグリングのを回す、なんて言うんでしょうね。棒、棒じゃないな、なんかあるじゃないですか。それをこう回しながら、時たまバーンって落とすんですよね。ガチャーンってね。だから人が歩いてる歩道でそんなガチャガチャ落としたら危ないじゃないですか。 しかもそんなことを歩道でね、歩きながらやる人なんていないと思うんだけども。まあ僕も生きてきて初めて見ましたけどもね。当たり前だけどもそんな人ね。だからびっくりしましたけどもね。まあいろんな人がいるなと思いますけども。まあね家とかでやれよって感じですからね。そもそも歩きながらやらねえだろうって思うんですけども。まあそんな人もいたというところでね、これ嘘だと思うじゃないですか。マジですからね。まあこんな嘘の話をね、思いつかないと思うんですけども。 っていうね、えー、この前の夜でしたね。うん、びっくりしましたよっていうね、話ですけどもね。僕のね、あの、周り変な人結構いるんだよね、多分ね。というふうには思うんですけども、そんな人を初めて見たという話ですね。